中年オタッキーです、なかなかバテてます。閑散期になってきてるんですけど、仕事が暇になりすぎて空車移動距離が伸びてますそれでね、睡眠時間がどんどん減ってますね。今ね、夜中の1時半なんですけど、ようやく目的地に到着しまして、ここからまあ寝ることになるんですけどもね、まあ今日は5時間半ぐらい寝れるのかな。しょうがないから動画でも作ろうと。動画作る暇がないんですけどね、動画作っていこうと思います、無理やり。で、今日はね、このカメラね、以前、ヤフオクでジャンク扱いで購入した F1 ですが、非常に綺麗ということで、新品同様という、動画、アップしてますけどね、で、オーバーホールに出しました。そのオーバーホール終了の報告みたいな感じの動画になっていきますかね。それでは動画スタートしてまいります。なんですけどね、ヤフオクで9200円で落札したんだっけかな、もう忘れてしまったけど、送料込みで1万ちょいで買いました。でもうね、ご覧のようにピカピカなんですね。本当はね、この、フラッシュターミナルと、変形してないペンタプリズムを取るつもりで購入したんですけども、あまりにも程度が良かったんでね、もう使おうと思って、で、使おうにもね、以前の動画でも説明しましたけど、もう要は新品で購入してほとんど使われてなかったんで、もう中の油とかが固まっちゃって、もうシャッター速度とか全然出てなかったんですね。それはね、2ヶ月ぐらい前のね、動画ね。ちょっと一応ね、説明欄にリンク貼っときましょうか。の動画でもね、の中でも説明してるんで、そちらをご覧いただければと思うんですけども、シャッタースピード2000分の1、最速に設定してもね、630分の1ぐらいしか出てなかったんですね。もうまるっきりダメで、ね、オーバーホールに出すことになりまして、有名なところにね、出してもよかったんですよね。よく言う日傘カメラサービスさんとかね、まあ、日傘カメラサービスさんはね、キャノン系のメンテナンスでは結構有名なんですけども、まあ、フルオーバーホールになってくるんでね、相当高価なんですね。3万円ぐらいするのかな。で、まあそれプラス部品代とかになってくるんで、ちょっと高いなと思ってたら、地元でね、趣味から発展されたようなね、方がいらっしゃいまして、そのカメラのメンテナンスでね、でカメラの北村の店長さんからね、ちょっと話を聞いてたんで、ちょっと連絡先とか探して、行き当たりましたんでね、メンテナンスにねお願いしたんですね。有名なところに出すよりも面白いかなと思ってね、だって有名なところはね、ちゃんとできるのはもう分かってるんで、ギャンブル的にね、やってもらおうかなと思って、地元の、趣味から発展させたよね、修理屋さんにお願いしました。で、上がってきたんですけどね、相当苦戦されたみたいで、その方ね、 F1 はもう結構な台数扱ってて、大丈夫っていう話だったんですけども、このカメラやっぱ動いてなかったということでね、もうシャッターブレーキもおかしくなっててですね、シャッターブレーキっていうのは、要はシャッター膜が走ったやつをね、キュッて止めるやつなんですけど、キャノン F1、旧 F1 はね、これが結構アキレス腱になってまして、豚の皮を使ってあるらしいんですね、シャッターブレーキにね。で、もうそれがね、ひっついて剥がれたり、硬化したりで、いろいろと不具合が起きるらしい。もう剥がれたらこれ修理不能になるらしいんですけどね。で、僕のこの F1 もね、修理不能になる可能性があるかなと、途中で、報告がね、入ってきて、思ったんですけどね、無事ね、シャッター制御部まで全て分解されたということで、もう完全オーバーホールという形になって帰ってきました。でね、もうすでにフィルム1本取っちゃったんですけど、先にね、シャッター速度の制御を見てればよかったか
かなと思いましたね。つい先ほどね、シャッタースピードのね、テストをしました。で、今から出しますけど、これ2000分の1、右下にね、正式な生成タイム。2000分の1で1400分の1、1000分の1は700分何分10分の1、500分の1が444分の1、250分の1が226分の1、125分の1が117分の1ということで、ぶっちゃけ精度は出てませんでした。もうこれちょっとね、予想はできてたんです、実はね。やっぱあの修理屋さんとしてその最初からやってる人じゃなくて趣味から発展されたということで、肉眼でね、そのシャッター幕をね、そのブラウン管のね、あの砂の嵐でね、あの見るっていうね、昔ながらの方法で調整する、方だったんですね。で、測定器とかは一切お持ちでないということで、まあ絶対誤差はあるだろうなと思ったら、案の定っていうか、結構な、25%、高速シャッター側で 25% から 30% 弱、低速シャッター側でも 10% ぐらいの、誤差がありましたね。ちょっと遅かったんですね。でもここはね、私テンション調整の技術はありますので、テンション調整して、何ですか、精度を出しました。出したのがこれですね。2000分の1が2089分の1、1000分の1が1009分の1、500分の1が514分の1、ちょっとだけ早いですね。250分の1が245分の1、125分の1が 124.5 分の1、60分の1が 59.4 分の1ということで、まあ、このぐらいの誤差だったらリバーサル撮影も、できるかなっていうレベルにはなりました。まあ、なんせね、精度は出てなかったんですけど、やはりフルオーバーホールされているということで、もうほぼ一発でね、テンション調整決まりました。やっぱ状態が良くなってるんでね、状態が悪いカメラはね、もうテンションいじくりまくって、ようやく、精度が出るっていうぐらいになるんですけど、まあさすがね、フルオーバーホールしてね、完全に真空に入れ替えてある、まあ、クリーニングしてね、カメラでもすごく状態が良くなっておりまして、これね、45年間ほぼ使われずに分解もされずに、いたカメラですよね。まあ、45年とも限らないんですけど、 F1 後期なんで45年前から40年前、製造番号的にはどうなんだろうな、ちょっと分かんないですけど、製造時期は分かんないですけど、まあ最低でも40年ぐらいは、手つかずでね、動いてなかったカメラが、フルオーバーホールでね、生まれ変わって帰ってきたということですね。まあ自分で若干の調整は必要だったんですけど、非常にお安く、やってもらいました。フルオーバーホールでたったの13,000円。でもね、いろんな欠点もありまして、シャッターマークかなり苦戦されたみたいでね、シャッターマークにシワが入っちゃったんですね。これだけがちょっと残念だと。まあ安いからいいっちゃいいんですけど、まあここは残念だったですね。まあ自分で調整するのとシャッターマークにシワが入った、まあその2つでまあ安く上がった。まあ使えるからいいんですけどね。まあ、これ多分ね、このカメラは僕死ぬまで使うと思います。もう1回ぐらいはね、死ぬまで使うんだから、もう1回ぐらいはメンテナンスに出すと思いますけど、このまま多分20年ぐらいは使えるんじゃないかな、頻繁に使ってるとね。やっぱ機械もんはね、その動かしてないとダメになるってところがありますね。そのどうしても油が固まったりするんでね、やっぱある程度動かしてないと調子が崩れていきます。で、メンテナンスの重要性ね、特にね、フルメカニカルカメラはやっぱね、メンテナンスが必須になってきます。その代わり、その電子部品を使ってないんで、メンテナンスさえすれば長い長い間、使えるということになりますね。難しいところですね。電子カメラはどうしてもね、電子部品が壊れたらね、それで終わってしまうんで、難しいところではあるんですけどもね。まあメンテナンスをちょいちょいやって、同じカメラを長いこと使うか、電子カメラで撮って、まあ壊れるまで撮るか、まあ難しいところですけどね。で、今後ね、そのフィルムカメラってもう作ってない、ほぼ作ってない状態なんで、どんどんなくなっていくと思うんで、やっぱ最終的に生き残るのはね、こういうね、
フルメカのカメラだと思います。もう今ねそのフィルムカメラやってる方もねその1台ねまあフラッグシップ機じゃなくてもいいですけどフルメカのカメラを購入してメンテナンスしてということをね視野に入れてね撮っていった方がいいんじゃないかなと最終的には思いますね。電子カメラには寿命が絶対にきますね。はい、今日の動画はこんな感じになるんですよね。実はもうね、まあ先日の動画でも言いましたけどちょっと、現像が遅れててネタ切れになってるんでね今日はこんな内容になりました。はい、それではねここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回はねフリーマンさんがトップバッターになりますね。久しぶりに投稿、カメラはいつもの α6000 に和合フレックスのレンズを取り出しての撮影、レンズはね日東コミナー 75mmF3.5 ということですね。タイトルは今日はないんですけどもワンちゃんの写真かなりの逆光ということになってますけどまあ柔らかい描写にはなっておりますね。フレアとかゴーストとかも全然出てないんですけどもコントラスト的に言うたらやや低めかな。デジタル写真にしてはやはりやや低め。オールドレンズの味というものは出てますね。いわゆるちょっとエモい写真になりますかねこれね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次はね一都市級さんの作品2枚、1枚目が朝焼け A、 2枚目が朝焼け B ということで、両方ともねカメラはコンタックス G1 プラナ 45mmF2、RVP100、ベルビアの100ですね。ベルビアのね色が両方ともね素晴らしく出ておりますね。もうこれはねもう景色、風景写真ということでねもうその撮影時間場所、そのシャッターチャンスもこれだけになりますけども、まあ綺麗に撮れておりますがタイトルをもうちょっとなんかっていう感じですね。タイトルもね作品の一部になってまいりますんで残念タイトルが残念ですね。普通に朝焼けとかでも良かったんでしょうけどまあ差別どっちをどっちにするっていうのもあるんでもうちょっと考えて何か、つけていただければと思います。一之助さんありがとうございます。次はね侍ジャパンさんの、作品で2枚、1枚目がねつなぐっていうタイトル、2枚目がね光湧く縁ということですね。1枚目のカメラペンタックス K01 ハニーメックス、オート 28mmF2.8、2枚目がねコニシロクパール3ですね。富士プロ 160NS を使用ということですね。1枚目作りは SMC ペンタックスに行ってよくわからないレンズでどこかの OEM らしいのですがペンタックスの 50mm に似てますがよくわかりません。知ってる方いたら教えてくださいということですね。どちらもね素晴らしい写りになってるんですね。このハニメックスっていうレンズですけどもね描写もいいですし色もいい色が出てますね。2枚目のこの光湧く縁ですか、これものすごい色が出てますけどこれ富士のねカラーネが、プロ160ということでいい色が出てますね。コニシロクパール3なかなかいいですね。侍ジャパンさんありがとうございます。次がね北野隆さんかな。作品が1枚、ゆりってことですね。タイトル、ペンタックスズーム60デート、独身時代に購入したプラカメのマクロで庭のユリを撮ってみました。ズーミングは38から 60mm、 マクロは1から 0.54m ですね。レンズは5×6mm、ずっと眠っていたカメラでした。なぜこのカメラを購入したのか全く覚えていませんということですけど、でも見事な写りになってますね。プラカメでマクロ内蔵、プラカメもねいろいろその派生型発展型とか、何ですか、前世紀にはものすごくいろいろ出て、でね終焉期っていうのはね結局差別化できなくなって安値合戦になっていったんですよね。でどうしようもないカメラもいっぱい出ましたけど、これもいい写りになってますね。
ペンタックスズーム、ペンタックスはなんかプラカメ強いような印象がありますね。はい、北野隆さんありがとうございます。これは次はね、ポンポコさんの投稿ですね。タイトルはまた会う日までということです。カメラはね、パナソニック DMC-LX3 ということですね。こちらは長野県上田電鉄の別所温泉駅にいらっしゃる観光駅長さんです。列車の到着出発の際、お出迎えとお見送りをしてくださいます。なかなかね、素敵な衣装ということでね、これはなんていうんですか、袴っていうかな、これね、あの女の人もね、この袴にこの靴がちょっと違和感はありますけど、なかなか素敵なね、服、になっております。後ろ姿ということでね、肖像権とかも犯されないということでしょうけど、もしね、ご覧になりたい方はね、上田電鉄の別所温泉駅にね、いらっしゃればいいと思いますね。はい、ポンポコさんありがとうございます。次がね、これは栄太郎さんやったんかな、これは栄太郎さんですね。栄太郎さんの投稿で、タイトルが穏やかなひとときですね。カメラがニコン EM、ニッコール 45mmF2.8GN、花の撮影目的で来たのですが、数十メートル先の親子が何とも言えないシーンにすかさず 45mm パンケーキレンズに付け替え、慌ててパシャリ。構図もピントも中途半端ではありますが、まずはワンショット撮れて何よりです。フィルムはポートラ160ということですね。なかなかいい感じですね。これもうちょっと近いこれどうしようもないか、どうしようもない、構図を変えて、難しいですね。でもなかなか微笑ましい写真になって、おります。はい、栄太郎さんありがとうございます。今日の投稿作品はここまで。今日はね、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナーの、方は投稿がないのでお休みになります。あとね、うちの近所のカメラ屋さんっていうね、コーナーもね、募集しております。近所にね、フィルムカメラ推しのね、お店があったらね、ぜひね、撮影許可、投稿許可をいただいて、投稿していただければと思います。宣伝になったらね、ちょっとでも宣伝になってね、カメラの売り上げが伸びて、お店が元気になって、フィルムカメラが発展すればいいっていうね、そういう風に考えております。別にね、カメラ屋さんじゃなくてもね、骨董屋さんとかね、なんていうんですか、生活倉庫みたいな、そういう、中古品をね、売ってるようなリサイクルショップか、でもよろしいので、そのお店の方のね、承諾が得られればということですけど、取材して、投稿していただければと思います。はい、今日の動画はね、こんな感じになります。今日はね、ちょっと私の写真作例はないんですけども、このカメラでね、撮った写真、一応ちょっと露出オーバー気味で全部上がってくるかもしれないですけど、来週になるかな、一応ね、昨日取り上がったんか、昨日取り上がって、今度ね、家に帰るまで現像、1週間に1回しか家に帰れないんで、現像して、アップになると思うんで、このカメラの作例は、来週になると思いますね。で、次の動画ですけど、次の動画もやっぱり分かりません。一応ね、なんだっけ、ペンタクテじゃないか、コニカのルビオか、EPS フィルムのカメラで取り上がって現像には出してるんですけど、果たしてね、古いフィルムなんでね、ちゃんとした絵が出るかもどうかも分かんないですし、次の動画ちょっと未定になってまいりますが、まあまたね、適当に出していきますんで、お待ちくださいませ。で、私の動画ね、ちょっとコメントと高評価に支えられております。コメントの方がね、ちょっとね、こんな仕事の状態でね、走りっぱなしになっててね、コメントが返信が追いついてないんですけど、見落とさない限りは一応全部コメント返しする予定になってるやつ、もうダダ遅れになってるんですけど、ね、申し訳ない。でね、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひ高評価お願いします。チャンネル登録の方ね、再生している人のね、50% がね、チャンネル登録未登録ということになっているみたいなんで、まだ登録されてない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。カメラプレゼントとかもね、ありますんで、得なこともありますんで、ぜひともね、チャンネル登録して、お待ちくださいませ。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。